イラすまねここ2日ぐらいちょっと動画をサボってました。サボってましたっていうか動画一応撮ってたんですけど、あのクリアンパンの家にきなこ餅と2人で遊びに行って、さすがにねそこであの1時間とか2時間撮影してさ編集して動画上げるみたいなさ、こんな陰キャプでできねえやん。なんか友達のうち遊びに行ってさ、だから適当になんかあの なんて言われたの、質問募集しますとか今日の動画お休みしますみたいなね、なんか土地狂った動画撮りましたけど、まあ今日はちゃんとやっていこうと思うんでよろしく。今日はですねシーズンマッチを久しぶりにやろうと思います。動画ね、で今日の補正はマナグリとか速流とかカミタンとかでね、この時間になるとメフィストで、あのルシファーフェリアが多いんですけど、俺はこのデッキメフィスト使います。一見前とほとんど変わりないんですけど、こいつが加入しました。この今のねなんとかなんとかコレクションみたいなやつ、なんていうかわからん、なんとかエディションみたいなやつね、あれに出てくるこのマイティピリキと、まあマージュマイっていう制限ありますけど、ピリキと同じスキルをしてて、コンボスキルはマージュマイって制限ありますけど1500特殊を出せると。で HP もね今ちょっとタス振ったんであれですけど1400超えると強ない、普通に強キャラですねこいつ。なんならピリキより使いやすいということで、メフィストに入れて神タンをメタリながら、まあコンボスキルだけでも十分強いんでね1600って。で一応バフリーダーが多いってことで意識じゃなくてシルビエを採用してます。このデッキで俺はシーズンマッチを制していく。 HP がね高いんですよねこれ、28652、高すぎー。28000超えてるってやっぱ安定なんだよな。あの俺ねアンパンチャンネルのメンバーによく言うんですけど、なんだかんだで HP 高いのって正義だと思うんですよね。俺の HP 理論で言うと HP が高いってことは一旦余分に生きれる可能性が増えると俺は勝手に思っているんで、あの HP が27000以上だとねすごい安定するんですよね基本。はい、神タンにはねすごく強い、なぜならマイティが入ったから。あの普通にただ引いてないね、マイティもあのミサトもリリティもマナを引いてないってのは痛いですけど、ここでね多分相手は腹脇を置いてくる可能性が高い。神タンここで仕打ち腹脇が多いんで、一応ビナも守護者も取っときます。あのビナは腹脇返しで、守護者は今ね1000吸収しても回復できないんですよね。来たやっぱり腹脇。ここでマイティとかミサトが来れば美味しいんですけど、まあ、来ないだろうな。まあ、ここはまあ来ないならビナで我慢します。十分です。はい。大体ここで繋げてくるんですけど、ビナがいるんであんまり食らわないと。なんならエンデガなんで、ラッキー。いざ参らん。弱いね、これはマジで弱いから、どうしよっかな。守護者こっちでいいか。で、相手多分、どうだろう。多分相手さすがにこれは斜めに動いてくるのかな。だるいな。つなげると。トール一発打っちゃうか、全然いい。ここで一回コンボ食らってもいいよ。でコンボ食らったらミサト置いて、まあ、ここで2回連続でなんかやべえアタックをしてきたらきついですけど、まあ、ここは多分一旦やっぱねこういう感じの微妙なコマしてくるんで、まあ、ここで2回連続でね罠で牽制すると。さすがに2枚返しは飛ばないんでね。あ、まあ一旦ビナで逃げると、踊れるかな。ここはね
あのさらにマイティで相手がね、あのこの1万2000飛ばせるぐらいの火力を出そうと思うとどうしても4800超えちゃう。あ、でもそうか、マイティだとね 90% なんで5000なんかないとダメなんで、でここで1回ちゃんと返して、でね、ここでマイティのコンボ1500も1600かもあるんで、十分1500だったな、間違えた、十分に飛ばせる。強くないこの駒。相手の攻撃を返しつつ次のターンにはコンボスキルでコンボも狙えると、とんでもない駒ですねこれ。やっぱね、あの雑にコンボスキル発動するデッキ、あのキャラってのは強いんですよ、まあ、いろんなキャラいますよね。あの条件がないっていうのはね、やっぱ正義なんだよな。どうしてもね、条件があるとあの発動しにくくなっちゃうんで、例えばさ、あの盤面の駒の総数が何枚以上とかさ、そういうのあると使いづらいよね、どうしても。ああ、うめえ、メビストね。大切ですな。今回はダーシェがいるんでリリティ先投げちゃいます。なんならまだ罠にいるし、アルカードとか投げてきた時のアド取れるんで、これでまあね、一応あのどうしようかな、シルビエか、あ全然いいね。で次ここでリッチを置くことによって実質フェリアとのダメージレースがね一緒になるんですよ、あのダメージの減らすスピードが。ってことはあの50しか変わらないんで HP 高い、もちろんこのメフィストの方が断然強くなるんですよね、削る速度が。こっちも毎ターン削るんで、さらにこの次ダーシェ投げることによってさらにダメージレース加速するんですけど、苦しめてあげる。あ、さっきブランジェットかな、さすがに。うん、ブラジェ置いた方が多分強い。で次ダーシェ置いて、次ミサトだな。でこの罠がね、あの普通の人だったら嫌だと思うんですけど、ダーシェなら簡単に剥がせるんで、ダーシェを投げてまず一旦ちょっと牽制しつつ、次ミサト投げて相手に強い特殊を投げさせないようにすると。マイティの方がいいんだよな。こういう時はマイティの方がいいな。1000いかない可能性あるからさ。いざ参ら。出ない。こっちかな。まあ、普通にこっちでいいな。十分な毒のダメージが。ダーシュ効いてるんでね、相手もそんなに攻められないんですよ。で1000超えてるんでミサトが発動すると、ビナ強い、ここのビナはマジで強いと思う。どうしようかな。なんか普通にこれで次ミラノコンボつなげれば勝てそうな気がするんで攻めます。相手の体力的に無理だな、バイスだけでも飛ばせそう。うん、でもこっちの方が強いわ。変に守ると負けるんですよね。グノー、まあビラノコンボが仮に消えてても勝ってたな、バイス1枚で十分。なんならトールで勝ってたな。あはー、究極のダメージ。なはー、はい強い。マイティがね引きたいな、もっといっぱい、あの駒の性能を確かめたいんでね、まあ、できればマイティ引きたかったんですけど、まあいい。結局ね強いんだよな、メフィスト。ああ結局ね、なんだかんだ強い。一時ね、メフィストが弱体化して600の時はあんまり使われなかったっすけど、戻ったらやっぱ強いね、こいつ。強いわ。
やっぱ強い子まだこいつ。なんだかんだ。なんだかんだ強い。なるほどね。まあ、アルイーナルに対してもあのマイティって駒は使えるんですよね、普通に。あいつはね、1500の特殊を出せるんで、1500。アルイーナルはね、特殊ダメージに弱いんですよね。フェミストラも特殊多めの光線資源も勝てるんじゃないかな。何を出す？あー、早くしてー。 OK、 いいんだね。ここでほぼマックス火力の、ほぼっていうかマックス火力だな、完全に。メフィストを出す。ドン。あと相手の打力1600。迷ってるな。仕打ちで流利を出すか一旦伸ばすか迷ってるな、多分相手。信じる心を。チェンメイ。マジで。そんなに急がなくてもいい。ワンチャン事故ってる可能性あるんじゃね。私の言うことを聞いてない。まあ多分流利を持ってるからだと思うけど、でも流利持ってたら流利投げるよな。謎だな。ジリアンとかこの辺持ってるのか。謎だな。なんでシェンメ投げたんだろう。あー、そういうことか。全部上だったのか、アルイーナルより。これ今トップで引いたやつだもんな。なんだこれ。ルンラね、トップで引いたじゃん。強いな。あなたを思う人がいるのです。60パー以下ってことは発動すんな。発動はするけど、あの何にもバフかかってないんでまだいいかな。でもつなげられると普通に強いな。まあ、つなげてきたらもうビナ打ってトール打ってとどめてやりたいんですけど、きついかな、さすがに。この一撃で俺の体力的に持ったな。マイティマイティミサトじゃちょっと物足りんよ。あなたを一撃の流れは僕だけが操れる。はいはいはい。久しぶりに頑丈そうな獲物に出会えたぞ。ここでコンボの強い駒を置かれると相当きついんだよな。1.7 倍でも大丈夫だけど、トネルムとか来るとジリアンとかその辺が来るとさすがに当てれなくなるんで、できれば来てほしくないな。トネルムか。踊れるかな。あー、まあ貫通使われたら意味ないんですけどね。持ってるだろうな、貫通多分。ミサトで一回お茶にごして、お茶にご。この剣に全てを託す。あれあれあれ、勝っちゃったぞ。なんかお茶にごするつもりが普通に勝っちゃいましたね。あはー、いやー強い。メフィスト強ね、これ。なんか普通に強いぞ。なんだろう。別に、マイティ入る前から強かったんですけど、マイティ入るとなんか雑に罠切れるな。罠3枚だから。特に神タンとかでミサトとか切りづらかったんですけど、なかなかマイティと BK2 枚残ってるって考えたらミサトを雑に切れるっていうね、とっても素晴らしい。桃水うまいな。うん、うまい。また心こそが大切ですな。ね、また暗黒か。なるほど。貫通早めにいっぱい来てほしいな。
マイティ投げた時にちゃんとダメージ入れたいんで、まあここでほぼマックス火力のメフィスト2回目を打っていく。だいたい4000、これ5000か。メフィスト入れて強くない？英語も1枚打っただけで5000ダメージって。で、あのアクアはね、こういう風に呪いがね、あの使いづらいんで、なかなかたまんないですよね、アクアの呪いが。いいね。アド取るためにマイティ投げて、で次ハル投げてっていうムーブをしたいですね。でなるべく相手に呪いがたまってほしくないから、呪いの駒を投げてほしい。あ、リンドか。そこにリンドくんなる。ダブコイなんだよな。いざ参らん。とっても使いづらいな、それ。どうしたもっと力を振り絞る。貫通が来なければいいんですけどね。やだな。あなたを思う人がいるのです。ダブコイなんだよな。あなたを導きましょう。これ春取ってきたらマイティとバイセつないでも勝てんな。うん、なるほど。それがうまいな、それはうまい、それはうまいな。死を望むか。私の言うことを聞いてもらうわよ。これ一回そう、あの吸えないようにして。バイセ飛ばよな。リンドのコンボでどんぐらい出るかだよな。うん、無理だな。なんかアタッカーが来ればいいんだけど、このデッキのアタッカーっても存在したっけ。てかそれ無理だな、その吸い方無理。いやな。呪いもかかっといて、エンデが投げれる体力になればな。あれ守護者取るしかないんだよ多分これ。エンデが怖いから守護者取ってくると思う。捕食されたら無理だな、大捕食。なんかめっちゃ下手くそな打ち方してるな。無理だな、この量。バッていかれるな。だったら一回ちょっと挟む。無理だな、絶対無理だ。捕食されて終わりよな、これ。30% でも十分だ。無理。もうロック切っちゃってるしな。そんなに急がなくてもいいのに。いや、あるな。時を変える恐ろしさ味わってもらおう、あるな、まだまだある。負け筋はミニエラだな。 S 捕食
どっちにしろきついんだよな。あいつ何かの間違いで左上の角を開けてくんねえかな。無理。弱者に価値はない。価値なき者。簡単に終わった。簡単に終わりました。なんかね、やっぱあれだわ。なんかあれだわ。普通に強いんですけど、なんでさ今日こんな暗黒湧くんだろうな。暗黒ね、まあ、結構神玉とか即獣にもなんなら狩られるんで、もう完全にさ俺のメフィストをさ狩るために暗黒できてんじゃねえのかなみたいな。まあ、どっちにしてもこの俺今ちょっと配置が、まあ、トールとか引いてれば勝ってたのかな今。配置が悪かったのはあれですけど、このマイティって駒やっぱねコンボも加味するとね相当優秀な駒なんで、ぜひとも皆さん今の新しいガチャね引いてみた方がいいんじゃないかなと思います。俺は決してね運営の差し金でもなんでもないです。ただこの有金これもね珍しいんで、有金結構コスト8になってる頃とかあるんでね、あれだと思う。これ俺普通にこいつは1000級で活躍する駒だと信じてますね。このマフィストデッキとかマフィリとかに普通にポンと入るんで、だいぶ強めの駒だなと思います。ステータス高いし、うん、そんだけなんですけどね。はい。最後でなんかすごいグダって終わりましたけど、まあね、シーズンマッチは今月もなんだかんだで無理だな、追いつけねえな、なんかに。最初はね、やる気あるんですけど、途中からね、ちょっと失速しますね。はい、今月はシーズンマッチちょっとランカー追いつけるか分かんないですけど、明日明後日から始まるカップ戦はね頑張ってレジェンド取れるように頑張ると思いますんで、まあ今更ねデッキ考察してもあれなんで、もうあのデッキで、まあ、当日お楽しみってことであのデッキでやろうかなと思うんですけど、まあ、今月こそねレジェンド目指してカップ戦頑張っていこうと思いますんで、まあ、皆さんも一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。噛んだは最後に頑張りましょうって。はい、シーズンマッチの動画でしたけど、最後で、ね、カップ戦の告知で終わりました。グダグダな感じで終わりたいと思います。じゃあ最後に、お前ら、チャンネル登録よろしく。じゃあな。